中心にラーメン屋さんを紹介しています。マーミンメンティビーのマーミンです。今回はですね、八千本駅にやってきました。今から激うま八千本ラーメン祭りに行ってみたいと思います。それでは早速行ってきの人以外あんまり知らないみたいで、ゆで落花生うまーみんなんですよね。あれちょっとラーメンの匂いしてきた。着いた。5時なのでだいぶ空いてますね。お昼ねすごい混んでたみたいだったんですけど、潰し焼きチャーシューとチーズと温泉卵にたっぷり胡椒がかかってます。いただいていきたいと思います。まずは混ぜていきます。でで ーめっちゃ美味しそう。やばくない？めっちゃチーズ伸びてる。やばい。チーズはチューンってなってて、どうだろう、なんかカルボナーラ風卵かけ麺って感じです。お肉もいってます。香りがめちゃくちゃいい。釜の吊るし焼きの燻製みたいな香りがめちゃくちゃ良くて、まさにうまみ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？めちゃくちゃ美味しいです。ボードさんにめちゃくちゃうまみです。オッケー、オッケー。お邪魔しました。ありがとうございます。なんかゴールデンタイガーさんはもう麺がとにかくうまみなんですよ。そしてこの温泉卵と醤油のタレと、もう何よりチーズがめちゃくちゃ合ってて、本当にうまみでした。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう歩きながら食べたいもん。
ます。あ、すごい。麺の食感がなんかこうもちっとしてながらしっかりとした小麦感もあってめちゃくちゃうまみです。これちょっとスープ飲みたい。いきます。熱いかな。あ、めっちゃ鶏感すごい。いただきます。今度はちゃんと噛みます。めっちゃチャーシュー乗せてくれた。すごい。どうしよう。え、チャーシューからいっちゃおうかな。とろける。めっちゃおいしい。めっちゃうまそう。うわ、すげえ。手もみ麺、うん、あ、魚介の香りがする、うんうん、うまみ、うん、醤油がガツンとくる感じなんですけど、うん、おいしい。これすごいな。振り落としチャーシュー乗せてくれたから、うん、これがうまいな。どうぞ。どこからどこ行きます？どうしよっか。これなんか最初スープ行きたい。スープから行っちゃおう。あ、コードね。めっちゃ強い。小麦のぎっしり感があって、あ、美味しい。いや、いいですね。なんかちょっと。なんだろう、サンデー系が多いので家系あるの嬉しいですね。うまみ。ありがとうございます。撮りますか？あ、ありがとうございます。バッチリです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。マーミン、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。タグ付けしてください。はい、します、します。他のラーメン屋さんないんですが、ピーナッツペーストを持っているんで、スープに、はい、そうです、ちょっとずつ溶かしていただいて召し上がりください。わかりました。ありがとうございます。いただきマーミン。いただきマーミン。ありがとうございます。
チュマーミン。おはゆめです。おはゆめです。やばくない？ちょっとピーナッツペーストと一緒にいきます。麺がもちもちです。で、このピーナッツがカリカリ食感がすごくいいアクセントになっています。うまいな。これもちょっとスープ飲みたいけど、もうベロやけどしてるから、うまーい。肉って感じです。あ、ピーナッツすごい。なんかピーナッツペーストって結構なんだろう、甘みがあるのかなって思ってたんですけど、なんかね、それよりも香ばしさみたいなのがすごい際立っていて、めちゃくちゃ甘みです。やばい。あ、切れた。できるか。できるか。香りだけでめっちゃ楽しめる。いただきマミン。最後までご覧いただいてありがとうございました。八街ラーメン祭り、地元千葉でね、ラーメンフェスを開催していただけるということで行ってきたんですけど、実はね、私自身ラーメンフェス的なものに行ったことがなくて初めての経験でした。それにしてもどのお店も本当にクオリティがめちゃくちゃ高い。そして数々の有名店さんが千葉に来てこのような出店をしてくださったこと、千葉のラーメン YouTuber としてすごく嬉しく思います。今回私が伺ったのは第2陣だったんですけど、第1陣もね、本当にめちゃくちゃ有名店さん揃いで、すごく行きたかったんですよ。でも実はコロナになってしまって行けなくて、来年もぜひ八街で開催していただきたいと思います。ラーメン全部うまーみんでした。動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。